皆さんこんばんは。お疲れありがとうございます。こんばんは、中村舞です。やっほー。あみあみかわいい。今日は謎ヘア謎ヘアです。皆さんこんばんは、中村舞です。今日の髪型はなんかサイド編み編みです。ありがとう。こんばんは、お疲れ様ありがとうございます。ニコ生、そうなんですよ、今日はニコ生でした。やってもらった、自分じゃないです。うん、なの。今日まつげめっちゃ上がってるわ。うん。なんか、なんだったっけ？あ、ご褒美ロケ、プレゼンみたいなやつだったんですけど。そう。キッザニアに決定しましたね。石田みなみさんの。そう、キッザニア行きたい。もう行けない年齢なんですね、私は。そりゃそうなのかな、わかんないけど。キラキラありがとうございます。そう、私も行ってみたかったんですよ、キッザニア。何のご褒美？なんか5周年お疲れ様みたいな感じです。ご褒美ロケね、ありがとう。バイトしてみたいですね。バイト、その学校がバイト禁止の学校だったので、なんかあの冬のバイト、その年賀状ん郵便みたいなのと巫女さんだけは OK だったんですけど、それ以外そのバイトが禁止だったので、あまりバイトをしたことがなくて。そうなんですよ、実は。で、私高校卒業してシティ入ったので、そうなんですよね、バイトの経験が全くなくて。全くっていうか、あの巫女さんはやったんですけど、やったことがあるんですけど、そのお正月に神社で巫女さんは、でも本当にその期間は短いんですけど、やったことがあるんですけど、それ以外がないので、レジやってほしい。え、私めっちゃレジやりたいの。やりたい。ピーってやつ。やってみたいです。すごく大変なんだろうけど、そう、ちょっと経験してみたい。レジやってみたいですね。いいね、ありがとうございます。やりたい。何のバイトしたいか、でも、なんか、カフェとかファミレスとかもいいな。なんかそういうこう飲食店とかも気になる。注文取りに行きたい。あの何でしたっけ、キッチンじゃなくて、あの何ですか、注文取りに行ったりする人したいです。マック似合う？ほんと？テレレテレレポテト上がったよー。いや、マックはね、多分忙しいですよね。すごい。あの、時間との勝負だしね。ホールっていうか、ホールがいい。ホールやりたい。テテテテテテ。ポテト、ポテト。マック忙しそうねえ。なんかやりたいですね。うん、なんですよ、やってみたいのはいっぱいある。
職業体験。ヌタバありがとうございます。名を覚えないと。確かにね、もうなんか巫女さんの、そう巫女さんをしていた時も覚えることが結構多くて、なんか最初テストがあったんですよ、その研修があってテストがあって、そのテストを満点にならないとって感じで。そうなんですよ。あと暗算が必須でしたね、基本。まあの簡単な計算もう全部暗算で。みこさんのテスト、なんかあと実践、振る舞い方とか。覚えること多かった。うん、お守りとかも。そうそう、なんかだからなんかお守りとかの意味とか聞かれた時にパッて答えられるようにとか、なんか結構そうそう一個一個お守りとかも知っとかないといけないので。ようこそお参りした。そう、なんかようこそご参拝くださいましたっていうそうなの、ありがとうございますじゃなくて、ようこそご参拝くださいましたっていう挨拶なんです。そうなんです、ありがとうございましたって言わないんですよね。そうなんです、私もなんかしたいなやりたい。なんでちょっとキッザニア行きたいですね。キッザニア、いろんな職業したい。いつもと雰囲気違うって言われる。なんで？中村舞だよ。職業体験、私保育園行きました。実は昔保育士になりたかったんですよ。小学生じゃない、保育園に通ってた頃に、なりたくて保育士に。小学校からは別の夢だった短いそう短いんだけど、そうなの、私がなりたかったのは保育士さんと、バレリーナと CA さんなの。なりたいものいっぱいあったの。キラキラありがとうございます。すごい流れ星。次回いろんなものに興味を持っていたからね。アイドル、なりたかったけど、でも現実的じゃなさすぎて、なんかうんね、なかなかやっぱオーディション受けないとだったので。CA さん、CA さんになんでなりたかったかっていうと、あの上戸彩さんが出てたドラマを見たんですよ。え、なんだったっけ、アテンションプリーズっていう
ドラマなんですけど、それを見て、アテンションプリーズを見て、めっちゃ CA さんに憧れて、ビーフォアチキン、国際線じゃないと機内食ってあんま出ないのかな。国内線でも出る？私ね、めっちゃ影響受けやすい人間なんですよ。なんですぐに、あ、いいのやりたい、やりたいやりたいってなります。まあね、難しいですけどね。あ、ナミとかわいい、ありがとうございます。世の中にはいろんな職業が溢れてますからね、たくさんありますから。パン屋さん、いや、パン屋さん、そうだよ、好きだよ。パン屋さんはあのこう薄いさ袋あるじゃん、あのトゥルトゥルのさ、あれに一個ずつパン包装していくじゃん、入れていくじゃん、トングで。あれがやりたくてパン屋さんになりたかったの。あれに憧れて、あれがやりたかった。焼く方じゃないです、私が。私はあのパンを入れたいんですよ、袋に。袋詰めしたいんです。ラーメン、いいな。なんかまかないとか憧れますね。出るのかな、こう今日のまかないだよみたいな。あったりすんのかな。かなりいいね。お寿司屋さん、私あのスシローの裏側潜入したんですけど、ロケで、すごいあの働きたくなりました。でもすごい忙しそうだなって思ったんですけど、大変そうな、そうお仕事だなって思ったんですけど、なんかお寿司をね作ったんですよ。なんかいろんな多分お寿司を、私は一種類しか作らなかったんですけど、こう作るの楽しいなって思ったし、あれめっちゃ楽しかった。大変？そうよ、働くということは全て大変です。まあでもやりがいを感じられるお仕事がいいですね。なんか自分がやってて楽しいと思う、よかったなって思う。大事よ。マイキーお店開きそう。私さ、そういう経営とかはできなさそうだ。あーあああ、ちょっと無理かも。
何やんの？何しよっか。何しよっかな。カフェ。パン屋さんがいいかな。でも誰かパン焼いてくれないとダメだから、あのこの中で、パンを焼ける人募集します。はい、あの面接、パン屋の面接です。私がパンを焼かないのでパン焼ける人募集します。モンスターでパン美味しいよね。パン買ってください。ジャムおじさん、じゃあ私はバタコになるわ。私がバタコです。私何パンが好きか、え、なんだろうな、何が好きかな。一番を決められんかもしれん。むず。食パン、明太フランス大好き。大大大大大大大好き。まあ私クッキー焼くの趣味なんですよ。なんでこうパン屋さんとかにたまにクッキーあったりするじゃないですか。クッキーこうレジ横とかにクッキー置いてクッキー販売します。クッキー好きなんよね。クッキー担当します。クッキー担当。あとラスクも、ラスクも作れるよ。パンね、家で作ったことあるんですよ。私料理が結構学生時代すごく好きで、今がそんな好き、あの嫌いとかじゃないんですけど、今はなんか体力がなくてあんまやらないんですけど、家帰って料理するかとかいう気持ちにあんまなれなくて、するときはするんですけど、あの学生時代はすっごい料理してたんですよ、よく。でパンも何回か作ったことがあるんですけど、パン作るのって結構大変。なんか発酵とかせんといけんし、二次発酵みたいな、結構時間かかるし、うん、パンはね大変ですね。結構ね、そうそう、イースト菌で何時間かかるかな。パンによるかも、パンの種類によるかも。何パン作ったか、なんか白いパン、ハイジの白パンみたいなやつ作ったんだよね。パンは結構大変です。ロケでベーグル作ったことあるんだけど、ベーグルってさ、パンの中でも茹でるの知ってた？すごくない？茹でるパン、茹でて焼くの。ベーグルね、生地を最初茹でるんですよ。私もびっくりした、知らなくって。ベーグルすごい好きなんですけど、茹でるの、ベーグル。そうね、すごいよね。そう、もちもちになる。なんかベーグルの生地に、そう、何ベーグルにするかとかでこう具材が変わるじゃないですか。で具材入れて
でこう包み込んでそれをね形にして茹でるの、一回お湯に通すので茹でて出して、いやそれを焼くの。そうなの、ベーグルは一回茹でるんです。かしごくなった私もちょっとなんかいろんな知識をみんなから教えてもらいたい。ベーグル、ベーグルどこの国のか分からん。ドイツっぽい、なんとなくイメージ違いますかね。今日ね、そのね STU チャンネルのなんかどこに行きたいか、どこでもいいみたいな書いて、だから私ちょっと宇宙って書こうかなと思ったんですけど、さすがに予算のことを考えて宇宙はやめました宇宙に行きたかったんですけどね、やっぱり宇宙っしょ。みんなでね鍛えて、 NASA で鍛えましょう。体を作って飛びましょう。宇宙行きたい。無重力、行きたい。え、絶対に人生で一回は行きたい。どなたかお願いします、これを聞いてる皆さん私を宇宙に連れてって、宇宙に行きたい。リンゴが落ちない、ニュートン、あなたってばニュートンなの？重力なんていらねえ。みんなで無重力シンパシーしていきましょう。無重力でシンパシーを感じて。流れ星ありがとうございます。無重力、え、でも水の中って無重力？無重力ではないんか。無重力ではない、無重力ではないかあれは水圧？浮力って何だ、無重力じゃないんか。お風呂？ああ、一旦日本に帰宅して帰る。帰ってお風呂入ってまた行く宇宙浮く力か。浮力、あんたはありがとうございます。無重力怖くない、怖くないかも。未知の世界だから気になる。知らないものって知りたくなるじゃないですか、どういう感じなんだろうとか。好奇心よ。あと私バンジーも一回はやりたいんだよね。なんか自分に恐怖をちょっと与えたい。
岐阜に、私知ってるよ、日本一高いとこでしょ、バンジー、なんか橋みたいなところ、岐阜県にある日本一高いの200何メートルかぐらいあったはず、バンジー。ちなみに瀬戸内にもあるんですよ、岡山県だったかな、和集山ハイランドかな、バンジーがあるはずです。バンジー一回もしたことない、やったことないよ、バンジーやってみたい。絶叫系ね、苦手なんじゃけどさ、バンジーって絶叫系なんですか？そうなの？絶叫、あれ絶叫なの？もう絶叫とかじゃなさそう、もう絶叫を通り越して絶叫ではなさそう。気絶？やばいじゃん、気絶系。やってみたい。飛び降りるの？でも自分の意思で飛び降りるんでしょ？だし、なんかこう怖いけど気持ちよさそう。押してくれるよ、押すな。自分のタイミングがある、押すな。スカイダイビングしたいんですよ。そう、私スカイダイビングとかパラグライダーやりたいんですよ。超か、あれもしたい、あの水中散歩。あの空か海か、まあなんかいろいろしたい、アクティブ。水中散歩やりたい、飛びたい、パラグライダーもやりたい。連れてって。月はどう？え、月旅行？月の土地ね、なんかいただいたことあります。なんか買えるらしくて、あれ。なんかプレゼントで月の土地いただいたことあります。なんかちゃんと月の土地あるよっていう証明書みたいなのもらった。なんかあの、そうプレゼントでいただきましたね。手紙とかいただくんですけど、いつもファンの皆さんからあのファンレター、手紙いただいたりするんですけど、一緒に月の土地の証明書も入ってて、月の土地もらいましたね前に。なんか月の土地もらったと思って、いつか行こうかな。本当にありがとうございます。いやね、皆さん今ね、宇宙なかなか行けないよって思ってるじゃないですか。でもね、多分ね、もう30年後とかにはみんな
もう宇宙行ってますから、もうみんな引っ越しの準備して火星に移住してますから、火星行くかみたいな、いやなってますなってます、皆さんもう親戚は火星に住んでるんだみたいな人出てきますって。火星遠い、え、でも水金地火木、地火だからさ隣だよ火星まあ隣だよ、隣の球技尊い、ありがとうございます。火星ね、いや火星ね、あれらしいよ、紫外線すごいらしいですよ。なんで多分火星では外に出ることないですね、みんな多分地下生活します。でも私家建てるってなったら地下に建てたい。なんか見た目何にもないけど実はここ私の家があるんだ、来るって言って下に下がっていきたい。宇宙人いると思うか、宇宙人はいますよ、なんなら私は宇宙人です。宇宙人です。知ってた？ヤギではございません、宇宙人です。今の宇宙人の真似なんだけど、私の理想の宇宙人宇宙人だよ。脳内宇宙人ん UFO 見たことある？ UFO はないけど飛行機なら飛行機とかあとはヘリコプターならあります。なんてこった。UFO。てんてて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 。もしかしたら、もしかしたらそうなのかしら。それでもいいわ、近頃少し地球の男に飽きたところよ。あはい、飽きるなって言われたみんなも宇宙人でしょ。UFO 踊ったことあるよ。もう踊れるよめっちゃ。
ちゃん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 、口づきするより甘く。え、もう時間だってさ。15。今日はね、ご飯いっぱい食べすぎてお腹がいっぱいなの。スノーロールさん、ケイさん、うまちゃんさん、はやりんごさん、きなぺこさん、まゆたみさん、東京のスワンさん、くまねパパさん、りょんきゅうさん、たんたんめんのまさきさん、あずゆいさん、あおさん、トラルフさん、ありがとうございます。そう、おきちゃんとね、そうご飯食べに行ったんですよ。で、一蘭食べに行って、その後なんと米田コーヒーに行ったんですよ。で、食パン食べてきたんですよね。もうお腹が、ラーメンも食べてパンも食べて、なんてこった。2軒目米田コーヒー。おやすみなさい。甘いのなんだ。あ、まあまあ、ブラックはまた明後日ですね。し、明後日くらい。はーい。おやすみなさい。今日も一日お疲れ様。バイバーイ。